パルマン機のジュリオガ・ボッティ、ジュリオガ・ボッティはイタリアの軍人、パイロットである。1911年にイド戦争で飛行機による最初の爆撃を行った。さらに最初の夜間任務軍事任務も行った。ジェノバ生まれ、ボローニャで工学を学び、1906年に卒業した。工学の研究を続け、イタリア軍の士官候補生となり、 協量の専門家としてローマなどで勤務した。1910年11月17日に飛行免許を取得し、ファルマンキで飛行を始め、禁止されていたローマ、バチカン上空の飛行を行ったことにより逮捕されたこともあった。ボローニャからベネツヤ、リミニの長距離飛行演習では2位となった。1911年10月14日、9期の 航空機と11人のパイロットからなる飛行船体の一員となった。1911年11月1日、ガボッティはエーリヒタウベキでリビアのオスマン帝国軍に対して4個の手榴弾を革袋に入れて携行し600フィートの高さから起爆装置を装着しては投下した。これが飛行機による歴史上最初の爆撃とされている。 オアシスやオスマン軍のキャンプに落下したが、負傷者は出なかった。1899年のハーグ条約で気球からの爆弾の投下は禁止されていたので、オスマン帝国は抗議したが、イタリアは飛行機に禁止処置は及ばないと主張した。1912年3月4日には、ガボッティは同じくリビアの戦闘で史上初の夜間作戦を行った。1912年に、 本国へ帰還すると、トリノの部隊でパイロット志願者を訓練する仕事をし、飛行教官及びテストパイロットとして1917年まで働き、空軍の技術部の試験飛行部隊の指揮官となった後、イタリア王立空軍で管理と技術の部門で働いた。1929年に退役して、1928年に設立された地中海航空の運航管理者になり、 1931年にサムなどの4社の航空会社が統合されて、国営航空会社、アラリトリアが設立されるまでその地位にあった。ありがとうございます。